新鮮じゃのう。なぜ人間を探す？ウヌの名はニャーコじゃ。わしは魔人になる前は超恐れられてた悪魔じゃったからの。わしの匂いで雑魚悪魔は逃げてくんじゃろ。人間、早くなんか殺させろ。わしは血に飢えてるぞ。ある程度の理不尽なら面よけりゃ許せる。問題はどうやって胸を揉むかだ。血の匂いじゃ。おいおい、てめえ、どこ行け。人間は嫌いじゃん。人間がわしに何かしたからではない。悪魔の本能みたいなもんで嫌いなんじゃ。そして悪魔も嫌いじゃん。悪魔がわしの飼ってたニャーコを連れ去ったからの。悪魔がよ。お猫をよさらうなんてよ。おんなことは許せねえよな。ニャーコ、ウヌの名はニャーコじゃ。猫にしてはうまそうな匂いじゃな。ひょろいなりじゃの。もう少し太らせてから食ってやるか。早く大きくなれ。ニャーコを殺すのが楽しみじゃな。あそこにニャーコと悪魔がいる。はあ、じゃあさっさと行くか。お、どうした？
てめえが姿を見せたら猫を人質にされんだろ。こんな近くまでついてきちゃダメでしょ。おお、そういう設定じゃったが。設定？言い間違いじゃ。バカじゃが勘は良かったね。